ナチスの迫害から逃れてきたユダヤ人の難民が左満国境の音東部駅に集結し、満州国への入国を求めているという報告が樋口へもたらされた。気候は想像を絶するほどに厳しい。彼らは文字通り東土へ放り出された漂白者だった。しかし満州国は入国を拒否。樋口は思案の末、私が引き受けますと言って救出を決断。当時日本とドイツは友好関係にあった。普通はドイツとの関係を考えて躊躇するところであろう。それにオトポール事件の2週間後、ドイツ政府からの抗議が来た時の樋口の対応もすごい。東条英機参謀長に対し樋口は、私の取った行動は間違っていないと信じています。ドイツは同盟国ですが、ユダヤ人を死に追いやるものであるなら、それは人道上の敵です。私は日本とドイツの友好を希望します。しかし日本はドイツの属国ではありません、と堂々と答えたのである。東条も樋口の言い分を認め、日本政府はドイツ政府の抗議を一蹴。その後もユダヤ人難民に対して乗車賃を無料にし、この方針を踏襲した。